ヒューフレーザー青山墓地にあるフレーザーの博津豆アリーヒューフレーザーは英国の外交官。1889年から1894年まで中日英国公使を務めた。フレーザーは特命全権公使として東京の英国公使館に勤務した。フレーザーは1894年7月16日に署名された。 日英通商公開条約の一連の交渉に当たった。これは1899年の違外方権の撤廃につながるものであった。ヒュー・フレーザーはスコットランド貴族を排出した名家、フレーザー氏族の分家たるバルネーン家の出身である。1837年2月22日に生まれ、 1849年から1854年まで、ロンドン西部のイートンカレッジで学んだ。卒業後の1855年1月に、ハーグの無休講師会員に任命されたが、翌月には、ドレスデンに移動、さらに1857年8月に、コペンハーゲンに移動した。1859年8月に、有休講師会員になるための試験に合格し、 1862年9月に中央アメリカの英国公使館に配属された。その後フレイザーはストックホルム、北京及びローマで勤務した。1874年、イタリアでメアリー・クロフォードと結婚。夫人は改装期、英国公使夫人の見た、明治日本によって、没後は夫より歴史上で有名になった。北京の代理公使に転任し、ウィーン、ローマ。 サンチアゴと転勤し、1888年4月に在日講師を任命された。フレーザーは1889年5月に講師として東京に着任した。講師としての最大の問題は条約の改正であった。また在任中にノーと殿下が来日しており、その対応も言った。1893年6月には地下で一旦帰国し、 翌年3月に東京に戻ったが5月上旬に病気になった。エルビン・フォンベルツの治療を受けたが1894年6月4日に亡くなった。57歳であった。葬儀は6月6日に行われ青山土地に埋葬された。葬儀の手配は建築家であるジョサイア・コンドルが行った。フレーザーは日本で在職中に亡くなった英国公使大使としては 唯一の人である。また、罪人が短かったため、サーの称号も受けることができなかった。妻のメアリー、メアリー・クロフォード・フレイザー、1851-1922は、アメリカ人彫刻家のトーマス・クロフォードと、ウォード家出身の母との間に生まれ、幼少期を過ごしたローマで、デンマークの童話作家アンデルセンやビクトリアキッの、ブラウニング夫人と交流を持った。その後、 母親の再婚で都営し、スイスで2年過ごした後に、ローマに戻り、ローマ英国公使館の二等書記官だった、ヒュー・フレーザーと結婚。夫の不妊に伴って、中国、ウィーン、ローマ、チリを経て来日し、5年間滞在した。夫の死後はイタリアに戻り著述活動を行った。日本に関する著作も2冊あり、自分の本当の故郷は、 日本と南イタリアであると述べている。1899年に出したエディプロマット S.I.F. in ジャパンレターズフロムホームツー h o ームは改訂され1982年にニューヨークのウェザーヒル社から出版された。翻訳版は英国講師夫人の見た明治日本。ありがとうございます。